皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私はまだ喉が痛めてます。はい、真夜中の一人語り始めさせていただきます。今日あのあと夕寝しちゃって、今ようやく眠くなったぐらいですかね。はい、はあ、疲れました。ずっと制作活動やってました。はい、例えばちょっと疲れてるかなと思って横になってみても寝れなかったりとかして、ようやく夕方以降ちょっと寝れたんですよね。はい、そんな感じです。だから動けるんで動こうって感じです。はい、まあ僕がサラリーマン時代の頃はね、このぐらいで休んだりしなかったんでね。僕はサラリーマンだったらもうちょっと気合い入れて喋るはずなんですけどね。今ここで、そうですね。いやー、明日3つズームミーティングがあるんですけど、明日の朝判断します。そうですね、さっき鼻かんだらむちゃむちゃ咳が何回も10回ぐらい出てきました。だから鼻かんだりするような動作ができないですね。はい、頑張ります。明日頑張ります。はい、収録はやりません。はい、面談だけ、面談もやめとこうかな。明日熱が上がったりしたらもうやめた方がいいですよね。全部延期できるんで、全部延期できるものばっかりなんで。はい、もう Vlog ですから、はい、どんな姿であろうと見せますよ。あのアントニオ猪木さんの亡くなる前みたいなもんですよね。はい、どんなひどい状態でもそれが自分だということですね。
熱変わんないですね。それでは短いですが、真夜中の一人語り以上で終わりとなります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。明日ご覧になる方、おはようございます、こんにちは、そして良い一日をお過ごしください。